雨が降り始めています。まもなく試合開始。横浜スタジアムからお伝えしてまいります。横浜 DeNA ベイスターズ対中日ドラゴンズのゲームです。解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。赤星さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まずは先制点を取って優位な展開に持ち込めるかですよね。なるほどね。どちらが先取点取るんでしょうか。打順は3番オースティン。ツーアウトランナーありません。まず何を投げてくるか。インサイド落ちました。わずかに左に切れました。ファールボール。打ちました。伸びていく。どうだ。入れば先制。そのままスタンドに入りました。先制ホームランです。ベイスターズ初回にいきなり飛び出しました。ソロホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った打球はファンの歓声とともにスタンドに入りました。クリーンナップから飛び出した一発になりました。試合を制したのは DeNA ベイスターズです。西さん、非常にいい具合に流れに乗って試合を進められたんじゃないでしょうかね。そうですね、展開としてはね、理想的でしたからね、チームとしてもいい勝利だったですね。そのいい流れ、明日も期待しましょう。勝った DeNA ベイスターズ、大きな今日は勝利になりました。一方のドラゴンズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームは DeNA ベイスターズが見事勝利を収めています。今日の解説は西俊久さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。このあたりで横浜スタジアムから失礼いたします。本日は最後までご観戦くださいまして誠にありがとうございました。お帰りの際にはどちら様も落とし物、お忘れ物などございませんよう、お足元には十分